中京 TV スポーツ。点を取っては追いつかれて、点を取っては追いつかれてという展開でしたけれども、今の気持ちどうですか？やっぱまず厳しい中で、まあ、勝てたことにホッとしていますが、やっぱり僕たちの目標は全国そして国立なので、まだまだ足りないところがたくさんあると思うので、また1週間しっかりと準備していきたいと思ってます。まだまだ足りないということですけれども、はい、具体的にどういうところが？やっぱりリズムがいい時はいい攻撃、いい守備ができるんですけど、流れが悪い時にやっぱ相手のムードに飲み込まれるというか、やっぱそういうところが詰めが甘いなと思ったので、そこを突き詰めていきたいと思ってます。ただその中でも山下選手が止める場面もありました。今日の試合振り返ってどうですか？やっぱり無失点優勝を目標にしてたので、今日2失点してしまったことはやっぱ反省しなければならないですし、後ろからセーブをしてチームを引っ張れるような存在にさらにもっとなっていきたいと思います。やはりキャプテンとして今年のチーム、どんな風なチームに仕上がってますか？今年のチームはやっぱプリンスリーグということで、新たな挑戦を得て選手権という舞台に立っているので、やっぱそこでの勝負強さというか、やっぱ応援、今日もたくさん来てくれましたが、応援含めて刈谷高校一丸となって戦えるチームだと思ってます。本当に応援の声も大きくて、一致団結してるというのを感じたんですけれども、今年のチーム本当にチームワークも良さそうですね。そうですね、仲がいいっていう反面、ちょっと練習に切り替えられないっていう部分もあるので、やっぱそこは僕とか副部長とかやっぱり引っ張っていくべき存在がしっかりと活を入れてやっていくということを、まあ、常に意識してやっています。リーグ戦もある中ですけれども、やはり選手権への思いは違いますか？そうですね、やっぱ小学校からの夢なので、その選手権やっぱラストチャンスということで、やっぱ必ず夢を実現して国立まで行きたいと思います。最後に改めて本当にもう一度目標を教えてください。目標は全国を愛知でしっかりと決めて国立でプレーすることです。ありがとうございました。ありがとうございました。